はい、じゃあ皆さんこんばんは。今日は昼間に来ましたね。夕方ですけどね、ちょっと雨が降ってます。コロナ以前ねテレビだった出川さんこの辺で、まあ電波ねありそうなんだけど、まあギリ2本出とくかな、 iPhone で、なぜか2本あるってことですね。こんな感じです。まあ暗い線の中ね、こんな感じです。いやーすごいですよね、霧があってね。でも結構落書きもあるね、されてますね。こんなトンネルですね。さあ、行ってみましょう。まあ、電気は何もないですけどね。手掘りですな。手掘り。こんな感じでございます。雨の中、撮影しております。はい、あでも中は県外だね。中はね Wi-Fi 持っていけばなんとか途中まで行けそうな感じがするね。日本はあると中は県外。いやすごいね、涼しい。今14度かな。14です。クマも出そうだな。こんな感じですかね。すごいね。アプリ歌唱でもできるんだね。一応何のために思うか分かりません。秘境だね。奥多摩の水きれいだわ。めっちゃきれい。水あとにいいかな。何が降ってますかね、本当に。どうなんだろうね。まあ昼間っていうか夕方だからね、まだね。まあ中は暗いですけどね。ちょっとこんな感じですわ。赤外線カメラをつけてもどうなんだろう。あんま映らないな。こういう感じですよ、ずっと。まあ、生活大事なのがいいのかな。昼間はね。こっから手掘りなんだ。5番。手掘りだった。これがまあ梅沢トンネルですかね。
夜は怖いですよね。以上です。お疲れ様です。では皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。失礼します。